はい、毎度おなじみゆうご .tv でーす。本日も人生に役立つ情報を読んでいきます。共に学んでいきましょう。それでは本日のお題は、いらないものを捨てると福がやってくる。こちらのお題を今から読んでいきます。新陳代謝とは、古くなった肌の角質を取る角質を捨てるサイクルのことと言います。人間の肌が美しいのは新陳代謝という捨てるサイクルがあるおかげです。どんどん古くなった肌の角質を捨てるから、新しい肌が再生されやすくなります。新陳代謝が活発であれば、吹き出物も少なくなり、健康的な肌になります。捨てることで生まれ変わり、美しく綺麗になり、いつもみずみずしい肌でいられます。ゴミを捨てる習慣は新陳代謝と同じです。捨てることで部屋には新しいものを取り込む空間が生まれます。いらないものを捨ててしまえば、それだけで部屋はシンプルになります。空間ができ、余裕ができます。掃除がしやすくなり、家賃そのものが少ないために、家賃じゃねえや、家具そのものが少ないため、片付けや整理整頓もしやすくなります。新しい家具を置く準備もでき、服を呼ぶ準備が整います。服を呼ぶためには溜め込むのではありません。捨ててしまうのです。いらないものはためらうことなく捨ててしまって構いません。まだ使えるのにと思って溜め込んでいると、部屋の空間は狭くなる一方です。服が入る隙間がなくなります。肌の角質もまだ使えるのにと顔も洗わず、お風呂にも入らないとどうなるでしょうか。肌は荒れてしまい、体臭が出て人が近づいてこなくなります。服も逃げてしまうでしょう。毎朝顔を洗い、毎日お風呂に入るから、古い角質を捨てることができます。お風呂の習慣は汗を流すだけではありません。捨てる習慣なのです。今日の格言、いらなくなったものは捨ててしまい、服を呼ぶ。確かにね、いらないもの結構あるよね。部屋とかたまに掃除するといっぱい出てくる。ということでっていうか、じゃあ俺結構捨てたね、もの。今このお題読む前に、なんかでやっぱそういう話を聞いて、とりあえずこれも必要ないものはもうとにかく全部捨てた。学生の頃の卒アルとか、なんか小学校の時とかのメダルとか、なんか優勝した野球のメダルとか、なんかそういうなんか過去の栄光的なやつとか、そんなのはもういらない、捨てる。卒アルとか別に見たかったら誰か友達とかに借りてみればいいし、とにかくね、もう1週間以内にこれ使うかな使わないなっていうものはとにかく捨てたね。お風呂は汗を流すだけのものじゃないてか、俺基本体洗わないからね。頭も素洗いだし、洗った方がいいのかな。だから女の子、女気がないのかな。そろそろ汗もかく頃だし、まあ週に1回くらいはじゃあ洗剤使って洗おっかな。乾燥肌だから、なるべく洗剤とか化学薬品、化学成分をなんか肌にこすりつけたくないんですよね。タモリ式入浴法的な、そんな感じで。でもお肌は綺麗なはず。顔とかも洗顔フォーム使わないからね。ちょっとひげ生えてるけど、結構きめ細やかな肌だねって言われるけどね。自分では気づいてないかもしれないけど、体臭とかやっぱ漂ってんのかな。アラサーだし、そろそろ気をつけよう。ということで本日はこの辺でドローンいたします。